今度は7ヨーガと人生の8自分とは何かっていうところです。まあ自分とは何か Who am I ね、まあここに興味持てるようになるまではなかなか遠いし、一生ここに興味持たない人たちの方が多いわけなんですね。まあこういう教えに接してもなかなか興味持てないだろうしね、皆さんもね、本当には黙って初めて愚道者になれるんですね。それ以外のはどうでもいいような問題だってこうならないといけないんですが、その他の問題あれこれ興味あるっていうのは、まあそこにもいつかは行けるかもしれないけども、まだまだほど遠いっていうことですね。ヨーガスータラにおいて次のように述べられています。一章の四節ですが、自分あり心はすべてを分別し、このスータラ教区ホックの意味するところは、自分という仕切りを設けて、あるいは受け入れて、その上で他の世界や自分の心身を分別したり、そしてまた仕切りの枠、思う枠、思いの枠、内を自分の心身として同一し、要するにこの皮膚の内側が自分だって、肉体ではね、この頭の考え、これが私のだ、他のは他の人の考えだ。そうすると仕切りの先端っていうのはこの皮膚にあることがわかりますね。ですから触覚っていうのは特別な感覚なんですよ。例えばこういう仕切りがなくて、目っていうのは遠くを見たり近くを見たり、耳もね、遠くの音を聞いたり近くの音を聞いたり、あるいは自分の内部の音を聞いたりってあるけれども、皮膚触覚っていうのは触れて初めてこれは自分、あとは自分以外ってこうやるでしょ。ですから自分意識と一番結びついている感覚っていうのは触覚なんですよ。原に微絶身の身ね、皮膚触覚だから、そこで幼稚性があると成長しないんですよ。ペットを撫でるのが好き、子供がそうでしょ、すぐまとわりついてきて触りたがるでしょ、お母さんお父さんってね。仕切りの枠内を自分の心身として同一し、し枠外を他の世界として分け隔てした上で、愛着、嫌悪などの執着経験をすることを指しています。ですから仕切った上でこれが好きこれが嫌いっていうことで、もし仕切りないと好きも嫌いもないんですね。皆さん認識できないだろうけども、自分のね、体の中の胃袋ちょっと思い浮かべてください。胃袋のあの細胞嫌い、この細胞好きとかって皆さん言えますか？自分の内部にあるんだけども認識できないものの方が多いんですよ。まあ、例えば鏡で見れると、この鼻好き嫌い、この耳好き嫌いね、この目好き嫌いとか言えるけれども、内部になるとね、なかなか認識できないでしょ。まあ内、今に内視鏡とかで、あるいはまあ写真そういうの撮ってね、まあ顔だけじゃなく眉毛とか目とか一緒で、こういう内臓、胃の形、腸の形、こういうのが長生きとか、これは清潔そうとかって、そういうのまでで判定してね、まあお見合いっていうのが内視鏡の世界までに入っていく可能性が出てくるんですよ。それから脳ね、脳波、こういう脳波をする人は危ないからとかね、いろんなデータ、あらゆるもの、インターネットとコンピューターが発達するっていうことはね、そういう方向に向いていく可能性があるんですよ。そういうのが容易になってきてるのでね、
資産だけじゃなくてね、いろいろなデータ、あらゆるデータ、クローン人間を作る場合にはもういろいろな遺伝子情報をあらゆる方向から分析してこういうもののクローンを作ろうとかってそういうことですので、まあ結婚相手を選ぶときにも、いわば本当の結婚でセックスして子供を産むって言ったと、それも一種のクローン技術なんですよ。まあ、全体生命が発明したクローン技術みたいなものなんですよ。親から子が生まれ、エリちゃんはいわばね、岩井さん、しげ子さんと浩二さんのクローンさ、ある意味ではね。で、その後入力、出力を違くしていって、これは私って私というクローンを完成させるのさ、うん、その自分意識がいけないって政権方がね叱ってくれるんですけどもね、欧米ではその自分意識、人格、ペルソナというものを完全に発達させて、エゴを築いて、それでいろんな立派な出力をして、表彰状、ノーベル賞をもらったりして、それが人間の感性ってこう考えるんですが、東洋の知恵は別なんですね。そういうエゴをある程度発達させた上で、それを解消していくところに美学を感じるわけなんですね、アジアの方はね。まあそれでヨーガ、仏道修行、キリスト意識っていうのもそうなんです。エゴの破壊なんですね。あの三大宗教は全部アジアなんですよ。キリスト教は西洋じゃないんですよ。ゴータマブッダもね、イエス・キリストもね、アジア系なんですよ。それで自分あり心は全てを分別しですから、ラマナ・マハリシ考えてください。自分なしなんですよ。心は全てを無分別で、セルフしかないってこういうこと。構造としては非常に簡単でしょ。ですから私があってこう最初に設定するとね、全ては他になっちゃうんですよね。そしてそれに対してそこの愛着、嫌悪を感じて、で執着、経験をして苦しむわけなんですね。あるいは一時期快楽を味わい、その後また苦しんだりするわけなんですね。ということは煩悩あるいは苦しみの根源はそこの自分意識っていうことですね。で、それを何とかしようっていうことなんですね。しかし次のようにも述べられています。 1-2 ヨーガとは私心の活動を収し、まあ自分意識の発見と解消っていうことを歌でやってるだけですね。私心、私という思いですね。それが終止ですから、停止じゃなく終わることね。それが活動し続けるわけですね。どこまでもどこまでもね。それが、まあ、生まれ変わり死に変わりの母体になるわけなんです。自分意識っていうのがね。1-3、虫の時、見る自分なく無我に安住。ラマナ・マハルシのように自分意識がないと無我、セルフ。全体生命に安住して、そこから落っこちることはないっていうことですね。僕たちも全体生命に違いないんですよ。神というなら神に違いないんですよ。けれども認識の仕方が間違ってるわけ。私は男だ、私は女だってね、全体生命だって教えられたことないもんですから、教えられた通りに、お前は女の子よ、お前は男の子よ、こういう名前なのよって教えられてるんです。神というもの、全体生命にあたる神というものを教えられても、神とその代理のイエス・キリストと信徒と非信徒って野村さんたちみたいに刷り込まれると、やっぱり自分は神ではない、全体生命ではない、で自分が自分を誤認してしまうわけね。拒否するわけね。自分が全体生命である、自分は神であるっていうのを拒否しちゃうわけね、真理をね。それで、ラマナ・マハシのウパデーシャ・サーラムの一節ね、相反、我は金物なに、私は全体生命であると思うのは、私は全体生命ではないと思うよりずっとマシな瞑想だって書いてあるわけ。私は神だと思う方が、神ではないと思うのよりずっと真理に近いってマハリシ指摘してるわけ。でも野村さんたちは神は別でね、私は
白鮭が好きでってこういうことだね桜に生きておりますってこういうことだね、うん、まさしく自分はある、ね、この心身は私だと思うのに対して私心の活動収支イコール虫の時私を見る自分なく無我に安住だというのですってヨーガスーツラはそう指摘してるんですね。それがヨーガであり人生の目的だ。ですからこの自分意識を発見してそれを解消するのがヨーガの目的だ。あるいは皆さんが生まれてきてね苦悩を味わって何かをこうしたいっていう幸福を求めたいっていうその人生の目的は自分意識の発見と解消にあったんだよってヨーガスータラは教えてくれてるんですよ。そんなことどこにも書いてないじゃないですかってみんな言うんだけどもね、僕が読んだ限りはそう書いてあるんです。行間を読むっていうことを知らない人たちがねサンスクリット忠実に訳したってそんなもの出てくるわけない。でも聖典はきちんと読んで信用してきちんと読んで信用してってやっていかないと。野村さんたちは池田さんとかずうずうしいんだな、クリスチャンでございますって言って聖書読んだことないんだからちゃんとね。え野村さん聖書は初めから最後まで一度も読んだことないんじゃないの。だからそれがキツネやタヌキだってね、初めから最後まで一度でもきちんと読んだことないんでないのって言われたら読んだことないんですって言わないと正直じゃないんだよ。初めちょこっと読んだことあるんですってそれは逃げてるの。岩井さんもそういう言い方するのね、非常にずるいのね。なんでそんな風に僕の前でそんな風に弁解しなくてもいいんだよ。教室の皆さんにはね、私は聖書は、まあ、全部じゃないけどちょこっとは読んだことあるんですっていうのはいいと思うけども、僕に対する答えでね何も作ろう必要ないじゃない。ますますこいつタヌキだって僕に悪いイメージを持たれるだけですよ、うん、なんでバレるような嘘を僕に言うのかってことですね。もっともっとね素直になったらいいと思うんですよ。だから修行する態度がいつまでもできないわけね。それを悟るために他の諸々の教えもあるにすみません。つまりね、あらゆる宗教の目的はもう自分意識の発見と解消を解くためにいろいろな方便、バイブルもあればね、仏典もあれば、いろいろなヴェーダント聖典もあれば、いろんな教えがあるけれども、行き着くところ、じゃあそれは何のためか何のためかってね、道元禅師が中国の天祖に問い詰められたように、それは何のために役に立つのか、何のために役に立つのかって言っていくとね、行き当たるのは一つしかないんですよ。もう自分意識だけなんですよ。それの打破のために、打破する前には発見しないといけないのね。障害を取り除くためには障害がどこにあるかわからないといけないのね。だから他の諸々の教えに興味ある、体操に興味あるんです、呼吸法に興味あるんです、本読むのに興味あるんですって言ってもどういう本なんですかってね、自分意識の発見と解消書いてあるんですかっていうことですよ。アシタバクラギーターなんてセルフセルフセルフばっかしですよ。最も純粋な経典と言われているように余計なこと何も書いてない。まあそれだけが聖典じゃもちろんありませんけどね。中村さんはその本持ってませんでした？僕勧めませんでした？うん、まあいつか読んだらよ、そこに置いてあるからね。あといつかは明日はくら、まあギーターとかサンヒターとかいろんな名前で呼ばれてるんですが、あのサンスクリットの本も出てますしね。まあ明日はくらっていうのついでに言うと、あの8つのねじれっていう意味だよ。アシタアンガ、8ね。あの、アシタバクラ、伝説なんですが、まあ、これはいろんな聖典に書いてあるんだけども、アシタバクラっていうのが生まれる前にね、お父さんがベーダを唱えてたんですって、老唱してたんですって。そしたら、お母さんのお腹にいたアシタバクラ坊やがね、お父ちゃんそれ間違ってるよって言ったんだって。もう生まれる前から下脱してるような存在でしたから。そしたらね、
何をこの野郎ってお父ちゃんが怒ってね、呪いをかけてやるって、生まれてきた時にこう背虫みたいにこう体が8つにねじれてる、8つのねじれっていうのが足田幕屋っていう意味ですがね、生まれてきたんですって、あの体がねじれてね、うん、そしてそのお父さんはある時国王に召されてね、他の学者と論争したそうな、真理はどういうものかって、で破られてね、相手に打ち負かされて海の底にぶん投げられて、なんか幽閉されたっていう伝説があるんです。でそれを成長した足田爆弾が聞いて、まあ自分の父親をね、やり込めた相手を求めて訪ねていって、今度はディベートでやり込めたわけ。そしたら、お前の父親は死んだんではなく、私の呪いであそこに幽閉されてるって教えてくれたわけね。でそれを父親を救ったわけ、その足田爆弾がね。そしたら父親が申し訳なかったと言って、その呪いをかけて八つにねじったような不愚者にして生まれさせた自分の子供をね、の肉体の呪いを解いてシャンとなったそうな。まあそれはお話ですからどうでもいいんですが、その足田爆弾が、中村さんはジャナカ王って知ってるでしょ。ジャナカ王に対して、ジャナカがね、足田爆弾にどのようにしたら下脱できるのかって質問して、その教えた内容がその足田爆弾ギーターなんです。ジャナカ王っていうのは昔の伝説的なインドの王様で、で王様、国王でありながら後で下脱した存在で、下脱しながらも知性をね行っていたっていう伝説的な王様なんですよ。それのマスターがこの足田爆弾っていうんです。それが教えたことがあそこに書いてあるんですが、まあ、そりゃ現代のラマナ・マハルシの言っていることと比較したら、なるほどな、こういう人が、マハルシみたいな人が昔もいたんだろうなって思うわな。まあヨガやってる人は一度は英訳で、それはもう非常に評価の高い英訳なんですよ、その足田爆弾ギーターっていうのはね、分かりやすいしね、いつか読んでみたらいいです。表紙も非常に印象的ですね。そのね、遊業者、なんかボケたような、貧乏な、よほどの人が見えると、これは聖者なんじゃないかってわからないけれどもね。エリちゃん失敗したでしょ。お父ちゃんお母ちゃん間違ってるよって言えなかったもの。まあね、次はそれを狙いなさい。どうせ生まれ変わるんだから。うん、それで他の教えもね、あれこれそのためにやるに過ぎないで、これはね、僕はいろんな聖典の権威づけで言ってるんじゃなく、修行してきてね、だって結局自分たちを苦しめるのは私がっていう思いでしょ。それを破壊すればラマナ・マハルシ、あるいはイエス・キリスト、ゴータマ・ブッダのようになるんだし、ということはね、いろんな、もうたくさんの教えがあって、どの本読んだらいいか、そこ本箱見てごらんなさい。これだけど皆さん一生かかったって4つの本箱を全部読めないだろうと思いますよ。でもそういういろんな教え書いてあるように見えるけれども、結局どこに導くためにそういういろんなこと言ってるのかっていうのは、たった一つしかないんですよ。頂上っていうのはね、8000メートル級の山って言ったって、頂上は一点でしょ。一点。8合目に頂上ないんですよ。7合目にも頂上ないんですよ。頂上、一番高いところっていうのは一点ですよ。ワンポイント。一点ですよ。いろんな登り口があるでしょ。でも一番高いところっていうのは一つしかないんです。ですからそこに行く前のところは、たったやっぱり一つがあるだけですよ。例えば8565メートルとしたらね、それマイナス、話簡単にするとマイナス1センチのところですよ。一番近いところは。それは一つしかないんですよ。こうあったにしても、その高さっていうのは一つしかないのね。だからそこに当たるのがね、もうここだっていうところに届くのが、この自分意識のあり場所なんです。だから自分意識を見つけて、それをなくせば頂上なんですよ。頂上って至福っていうの、シュープリームね。英語で言うとシュープリームポイント。シュープリームステイト。で、シュープリームのことをサンスクリットではパランって言うんです。P-A-R-A-M-A、パラ。パラ。あるいはパラン。その後に M くっつけてパランって言うんですよ。パラ。
シュープリームのことですよ。その前に自分ってアハンカーラってえばってる人がいるわけ。アハンアハンってえばってるわけ。いかにもえばってるでしょ、アハンって。でその自分意識って何でしょうね。これは皮膚ですよ、これは髪の毛ですよ、これは麦茶ですよって言えるけど、野村さんに、こんなに神様好きなら神様連れてきて、その白い衣で僕鼻かんで、これが鼻かみだって言ってみせるから昨日言ったでしょ。観念、皆さん自分って出してみてください。ダルマのところにね、私の悩みを解消してくださいって頼みに行った人がいた。そしたらダルマが、お前の悩みとらやらをここに出してみせろって言ったわけ。そしたら出せなかったわけ。お前の悩みを出してみろって言われて、なるほど、それはないんだ、自分でそう思ってるだけだ。それを観念って言うんです。観念ですから、自分意識っていうのは観念なんですよ。何度も言ってきましたがね、観念っていうのはね、思えばあるし思わねばないっていうことですよ。私って思えば私はあるんですよ。皆さん眠ってる時、私って熟眠してる時思わないからないんですね。だから思えばあるし思わねばないもの、それは常住と、常に住んでいる常住と言えるだろうかってラマナマハリシがプンジャに言ったわけですね。で、プンジャもそこで旗と気がついたわけね。出たり現れたりするものは常住だろうか。常住っていうのは永遠っていう意味ですね。常にある。常在とか常住とか言います。常にある。存在の在。常に住む。常住、常在。セルフアバイダンスのアバイダンスね。観念、自分意識っていうのは、そう思えばあるし、思わねばないんですよ。だから、しょっちゅう思ってる人にはいつでもあるんです。しょっちゅう私は私だって。それが英語の強い人って世間ではよく言われるでしょ。私が、私がってやる人ね。小泉政権は、小泉内閣はって、あれが英語ね。小泉って言わなくたって、現内閣はでいいのに、必ず小泉って小泉さん出すんですよ。弱いから。ギャーギャー言わないとね、やっていけないので、小泉内閣はね、選挙でも私何々はってギャーギャー言うのは票欲しいからね。本当に人気あるなら僕は好きじゃありませんが、昔の東京都知事、あの青島っていうのがなったでしょ。選挙運動一切しないで投票、あの当選できたでしょ。その後もう人気なくなってダメだったでしょ。本当に人気あるならね、辛抱あるなら宣伝しなくても、まあ選ばれるっていうね。ギャーギャー叫ぶのは弱いっていう。ですから、ヨガ教室とかしょっちゅう看板ね、あちこちに出したり、チラシ配ったり、新聞に宣伝出したりっていうのは、愚かな人たちなんです。オウムが盛んだった頃、大阪で宣伝カーでね、しょっちゅうオウムの宣伝して、そうやって人集めないと次々逃げてやめていくもんで、拉致して連れて戻して宣伝カーで宣伝してってやらないとやっていけなかったでしょ。だからたくさん宣伝しなきゃないっていうのは弱いっていうことなんですよ。宣伝すれば売れるし、宣伝やめれば売れないっていうのは商品に価値がないからですよ。それはともかく、自分意識っていうのは観念である。観念っていうのは思えばあるし思わねばない、そういうものに価値があるんだろうか。自分意識に価値があるんだろうか。で、自分意識から全てが出てくるわけですから、地位名声に対する欲望ね、あの男と寝たい、この女と寝たい、私は男だから、私は女だから、あの子と寝たい、ラブラブしたい、自分意識、子供にもある、赤ちゃんにもあるし、あらゆる生物にあるんです。自分意識があるから植物は根で自分の方にね、
みんなのものに共通にあるミネラルを、根をぐーっと伸ばし合って、私のためにと取るわけですから。それもエゴなんですよ。ですから生きている限りエゴがあるんです。が、人間のエゴが一番きついや強いわけね。高等動物と言われてますが、高等動物になればなるほど、その、鉱物からね、見ていって植物、動物あるでしょ。まあ昆虫、鳥、いますが。で、高等動物になればなるほど、そして人間と関われば関わるほど、ペットの世界で、エゴが形成されていくんです。で、人間社会では競争すればするほど、エゴが増幅するんです。慢心が強くなるんですね。ですから、競争社会に放り込まれるっていうのは不幸なことですね。だ競争しなくてもいいような生き方したらいいんだけどね。それで一の一、今ここでヨーガの奥義伝授しよう。これはアタヨーガアヌシャーさんの名前の僕なりの役なんですが、アタっていうのは今ここでね、ヒアナウ、ナウゼンとか訳されてますが、ヨーガのアヌシャーサナム、アヌシャーサナムが奥義伝授なんですが、普通にはインストラクションって訳されてます、アヌシャーサナムはね。Now, then, instruction of yoga って英訳ではなること多いんですが、さあ、そうしたならヨーガを伝授しようって言うんですが、それはね、グルが、神聖のグルが神聖の愚道者に言ってることですから、何を言ってるのかって言ったら、さあ体操教えるよとか、プラナヤマ教えるよとか、そういうことじゃなくね、お前は私のもとで修行してきて準備ができたので、さあそうしたなら自分意識の発見と解消につながるヨーガのシステムを体系的に教えてあげるよって、ある時に伝授、奥義を伝授しようとした決意表明なんですよ。単にね、ヨーガの、さあそうしたならヨーガの解説とか、そんなことではないんです。佐藤先生の解説を読んでください。その辺まるっきりできてないから。自分がそういう修行したことないし、マスターに出会ったこともないし、指導もしたことないのでね、翻訳は水田さんの絵と一緒で、デイバッグと一緒で、その人の心の状態を表しますので、見る人が見たらすぐわかるんですね。というグル本師少子の言葉で始まっているのがヨーガスートラですから、さあそうしたなら先入観念のすべてを捨てて、観念分別を持っていると思っている自分という仕切りに気づき始めたようだから、お前は、弟子はね、その自分意識の解消であるヨーガ、今ここ私、このままでいい、自分意識がないこのままでいい、今ここ全体宇宙生命意識、無我の生命活動を体験するためのヨーガの奥義をお前に教えてあげようということで、ヨーガスートラは始まってるわけなんですね。ですからその前にいろいろな修行もやってきてるんですよ。それで一般の人が読んでも何が何とか分かんないほど難しいでしょ、ヨーガスートラっていうのはね。ハタヨーガみたいに体操の仕方とか教えてくれませんしね。ということなのですが、あなたはその伝授に値するだけの修行をしていると自分で思うことができますか？野村さん、岩井さん、安津さんね、中村さん、あるいはそういう伝授を心から望むでしょうか？自分意識が破壊されてなくなるんですよ。私の夫という私がなくなるんですよ。私の子供という私がなくなるんですよ。崖っぷちで、さああなた大会に飛び込みますかっていうことですね。あるいはデイバッグしっかり処理直して家に帰りますかってどういうことですか、どっちですかっていうことですよ、その決意ができるかできないかっていうことですね。なかなかできないのではないかと思います。もちろん在家でも修行できるんですよねっていう野村さんや岩井さんの声が聞こえてきますけれどもね、できないことはないけども、そういうことを考えること自体が間違い。そう考えるのは自分だからです。自分とは何かって分かりました？観念なんですよ。
私っていう観念なんですよ。それに一生縛られて何十年間か生きて死んでいくんですよ。で、私っていう観念残しますので解消しませんから、マハルシみたいに17でね解消できればいいけれども、解消しませんので、解消しないものが異熟、また熟すんですよ。安久さんに指摘しましたが、先祖が安久さんになって異熟するんじゃなく、安久さんが異熟異熟を重ねてるんですよ。私という安久さんの思いが異熟するんですよ。ここまで何かご質問ありますか？自分とは何かって、Who am I って、私は誰かってあるでしょ。あれは修行の方法で、こういう分析じゃないので、僕の方でね、自分とは何かっていうのを分析してみせたんですよ。で、Who am I、 ラマナマハラシの Who am I は、自分とは何かって考えることじゃなく、全ての思いは私に起こった、ね、それでおしまい、手放す。また考え事が出る。それは誰に起こったのか、私にであるってやって、いつでも自分っていうものに意識を引きつけておいて、そこから外の世界に意識が散乱しないようにさせる修行法で、哲学じゃないんですよ。澤田先生言ってるように、ラマナマハリシはインドの代表的な哲学者じゃないんですよ。下脱者ですよ。哲学者とか思考、ね、思考者とかそういうことじゃないんですよ。宗教家とかそういうことでもないんですよ。下脱者ですね。から観念っていうのは、考えなければ軽くなっていくんです。風船と一緒で、膨らませばね、膨らんでいくんですよ。舞い上がっていって、いい調子になって、パーンと破裂すると起こっちゃうんだから。全てはね、それに力が与えるから存在するんですよ。力を与えるから。自分意識、エゴっていうのも力を与えるから。あれ見たい私が、あれ嫌私が、あれ食べたい私が、あれしたくない私が。で、私が私がってやるから、その私は根強く、根深く根をこう張り巡らしていくわけですね。だから蚊に食われても放っておけばね、消えていくんですよ。かいてるといつまでもかゆいし赤いでしょ。力与えるからでしょ。刺激するから。放っておけばね、例えばぼかし、ほかし場にほかしておくでしょ。そうすると土になっていくんですよ。毎日朝晩ひっくり返してごらんなさい。なかなかぼかしにならないから。放っておくから、ほかしておくから、ぼかしという肥料になるんですよ。体験したことね、皆さんが体験したこと。ほかしておくから、自分意識の発見と解消に役立つようなパワーになってくれるんですよ。毎日観念操作、安久さんやってごらんなさい。根掘り葉掘りひっくり返したりなんだりして、苦しみが増すだけですよ。さっぱり何も作物育たないわ。種植えてどれぐらい伸びたかなって振り上げて、おお伸びた、植え直して水やって、おおまた伸びた、そのうち枯れて死んじゃうんだから、観念操作ってそういうことですよ。だから放っておく力ね、手放しておく力ね。だから虫に食われたりなんだれっていいチャンスですよ。書かないでおいて、例えば山に行ってね、なんかに漆にでもかぶれたら一番いいんだよね。と1週間や10日痒くてたまんないだろうと思いますよ、本当にかぶれると。でそれシャバーサナしながら絶対触らないんですよ、書かないんですよ。普通の人は絶対書くと思う、寝てる間に。蚊に刺されてもなんか書いたりして、翌日見るといつ噛まれたんだなんて腫れたりしてるでしょ。大友らのところ僕裏山に入っていって、漆にかぶれたことあって1週間ひどい目にあった。シャバーサナして一回も触らないって決心して一回も触らなかった。で、一週間して綺麗に治りましたけどね。どんなに痒くても触らないって決意したんです。その時に。まあ朝晩、朝飯前で5、6時間瞑想してた頃ね。だから意志の力なんですよ。寝ても、うとうとしても触らないって決心したら、その力強い意志がね、僕の24時間を支配したわけなんです。だから、これ飲まない、これ食べないって決意すればそうできるんですよ。これ見ないって決意すれば、皆さん、一番いいのは今回帰ったらもう桜見ないことですよ。
火曜日から見なければ見ないで済むんだから、見ないとね、どうでもいいようなことを一生懸命なってたなって分かってくるはずですよ。君の名はって岩井さんありましたよね。館ファイルっていうのは何ですか、あれは映画の名前ですか。いや、仮に仮に自分で命名したのか、ニコニコ静かフォルダーと一緒ですか、うん、そういう初恋の思い出の館のファイルっていう意味ですか。うん、それにしてはちょっとあんまり良くない命名だな、館ファイルっていうのがね。館、ほのぼのとしたはね、失恋の思い出の記憶を入れるところを館って名付けたんかな。この館っていうのは、中村さん分かりました、館ファイルっていうのは。分かんなかった、説明してあげて。中村さんでも分かんないだって、ゴシップの女王ナンバーワンがナンバーツーに説明してあげなきゃ中村さん大体事情、あれこれ芸能事情とかスポーツ情報詳しいみたいだから、ほんでも分かんないって言うんだから、他の人も分かんないんじゃない。安久さん分かった、館ファイルって読んでて、この間のこの、うん、心の中にもう一つこれを作るあのことを言ってるのかなって思う。フォルダのこと言ってるんですか、はい、そしたらファイル館ださ、館ファイルじゃなくファイルのフォルダーだから、ファイルのやフォルダーに当たるのは館さ。それが館ファイルだとするとね、フォルダーファイルっていう意味で、安内さんが解説してくれたのに当たるとね、うん、まあ館ファイルに収めてもう終わったことですって、そういう意味ですか。もっとなんか一言欲しいんですよ解説お願いしますって、僕がマイクを向けてるのにさっぱりこの解説者してくれないんだから、俺は次雇ってもらえないよ解説者として、うん、もうちょっとなんか説明したいよね、中村さんに、野村さんに、うん、おしまいですか。今日の花火大会終わりですか、これでなんかプスーンとしておしまいみたいだね。ね、分かってる分かんないまあどうでもいいけれどもね、まあそれはそうでいいでしょう。自分とは何かっていうのはもっとはっきりしてるんですよ思えばあるし思わねばないということですから、館ファイルみたいに あやふやじゃなくね、思えばあるし思わねばない、そういうものが皆さんの全ての記憶、膨大な全ての記憶に一個一個についてるわけ、自分っていうのが。思えばあるという、この場合には思わなければないじゃなく、ある。ね、自分意識が全部の記憶について私が体験したってこう、そういう構造になってるわけ。そして私はこのように嫌な思いをした、このように楽しい思いをしたっていうのが全部くっついてるわけ。だからあれば思えばあるし思わねばないって言っても、ある方が圧倒的に多いんだから大変でしょ、これ解消しようと思うと。それでなかなかうまくいかないんですね。で、旧自分意識の解消へっていうところをしてください